令和4年度香川県消防操法大会に出場する坂出市消防団中央分団が7月10日に坂出八幡神社で結団式を行いました。出席したのは大会に出場する団員12人を含む班長以上の22人と関係者です。消防用器具の安全で迅速な使用技術を競う香川県消防操法大会が3年ぶりに開催されるということで、今年は中央分団が手を挙げ参加することになりました。結団式の前に八幡神社の拝殿で必勝祈願の神事が執り行われました。神事の最後には分団長の井上正さんらが玉串を捧げ、大会への意気込みを新たにしました。各分団持ち前でこの操法大会に出場しているわけですが、前回出場チームが、コロナによって、出場不可ということで、次の順番から言えば中央分団の周りでしたんで、お声がありましたんで、はい、引き受けますということで、受けさせていただきました。今日がスタートです。これから9月19日から訓練が始まるわけですが、厳しい訓練になると思います。暑い中ですから、選手一同頑張って、この約40日間の訓練を乗り越え、9月11日の本番大会には、坂出市市政80周年というこの記念すべき坂出市にとっての年に、最高の栄誉、言うたら優勝ですけど、持って帰りたいという意気込みです。神事を終えた後、八幡神社の集会場で結団式が始まりました。出場する選手らに有福哲司坂出市長、消防庁の香西秀樹さんらが、これから本格的な訓練が始まりますが、暑い中ですのでお体にだけは気をつけて、そして本番での活躍を期待していますとエールを送りました。大会はポンプ車の部と小型ポンプ車の部に分かれており、中央分団は小型ポンプ車の部に出場します。訓練は坂出市消防本部職員の指導で7月19日から開始の予定です。そして本番の香川県消防操法大会は高松市の香川県消防学校で9月11日に開催です。皆さん頑張ってください。決まったような状況でございます。中央てっぺん取ります。